こんにちは、西内まりあです、今日は私の毎日のスキンケアとメイクを紹介したいと思います。今は、起きてすぐ現場に来たのでドスピンなんですけれども、ここからスキンケアをして、その後こだわりのアイラインを中心にしたメイクアップを紹介したいと思います。それではですね、まずはこちら、イブサンローランのピュアショッツというですね、モロッコのボタニカル成分から抽出された成分で、すごく潤います。実際につけていきます。しっとりしてて、私乾燥肌なのですごく潤って、保湿成分があってすごくおすすめです。こちらはドクターリーボという、美顔器なんですけど、いろんなモードがあって、暖かくなって、こう肌の内側からこう温めてくれるようなモードと、あとこうやって今電流を流してるんですけど、これはこうリンパを流して朝のむくみをすごい取ってくれます。フェイスライン、そして目の下、目の上ですね。むくみって本当に大変ですよね。昨日キムチ鍋を食べちゃってちょっと塩分が多かったのかむくんでしまいましたちょっとマシになったけど、ちょっと許してください。今日は頑張ってスキンケアとメイクを紹介していきます。その前に手でコルギというマッサージをします。ここの骨を使って、この顎のラインにゴリゴリっと、そしてこの首の筋、頬骨ですね、ここに対してもグーッと押して下に流します。そうするとすごく熱くなります。さあ、そしてリアムールエキスパートローション、これですね、実は炭酸の化粧水なんですけど、最近メイクさんに教えていただいて購入しました。これすごいのがですね、ちょっと見ててくださいね。手に実際のせます。あ、すごい。これを急いで顔に、聞こえますか？めちゃくちゃすごい音です。気持ちいい。こう顔周りだったりとか、あと髪、頭皮にも直接できます。おお、熱くなってきた。すごい、なまっちゃいました、すいません。はい、この化粧水が終わりましたら、じゃん、雪肌精のオイル状美容液です。人それぞれ肌の質感が違うと思うんですけど、すごい、私は乾燥肌なのでとにかく保湿が大事です。びっしょびしょどうですかね、テカってますかね。そしてこちら、アクセーヌミルキージェル AD。 私が結構敏感肌なので、状態がちょっと悪い時とか、ちょっとこう、なんていうのかな、あんまり刺激を与えたくない時とかに使っている化粧品なんですけど、あ、ちょっと顔すっきりしてきませんか。で、首元もですね、私乾燥するのでしっかりのせてます。さあ、こんな感じで最後に、じゃん、ピュアショット日焼け止め、こちらもイブサンローランなんですけど、この日焼け止めも塗っていきます。日焼け止めはね、塗っておかないと、家の中にいても日焼けするっていうのでね。あと私車が好きで運転よくするんですけど、やっぱりどうしても日焼けはしやすいので、日焼け対策はいつもしています。本当にたまにプール行ったりとか、ジム行ったりとか、なるべく、タクシーとか使わずに歩いてみたりとか、そうやって心がけて過ごしてはいます。でも何が一番大事かは、ストレスためないこと。こちらもですね、イブサンローランのピュアショッツナイトセラム、このセットを夜に使って寝ています。続いては、メイクアップをしていきたいと思います。私はですね、普段メイクはする方なんですけど、普段結構2分3分とかの日もあるんですよ。でもやっぱりこう久しぶりに会う友達
の時間だとか、あとこう洋服を買いに行く時とかはやっぱりどうしてもしっかりメイクをしていきたくなります。最初はですね、こちらファンデーション、こちらナチュラグラッセエモリエントクリームファンデーションですね。でナンバー3で、私割と肌色のトーンがちょっと暗めなので、暗めの色を使ってます。これくらいですね。でこれぐらいのパフにとって、でパフでやった後にちょっと本当は今結構ファンデーションがムラになったりとか、こう浮いちゃったりとかしてる部分があると思うんですね、乾燥肌の方は。ちょっとこう手の体温で温めて肌の中に押し込んでいくと、あまりムラがなく塗れます。そしてこちらがセルボーグのコンシーラーを使っております。コンシーラーもあまり使わないんですけど、この目の下やっぱりちょっと顔のトーンがアップするので、こんな感じで鼻の下もちょっと赤くなるのでのせていきます。トム・フォード のクッションファンデなんですけど、これはですねちょっとね艶出しな感覚で使うんですよね。これを取って、うん、ちょっとこう、あ、思ったよりついちゃった思ったよりついちゃったんですけど、それ伸ばしてこういう形の感じですね。ちょっとこうこういうところ、質感をちょっとフッとさせたい時にのせてますね。皆さんは最近メイクちゃんとしますか？結構マスクつける機会が多いので、でもまあでもやっぱり目元はちゃんと見えるので、目元はちゃんとしていきたいなとは思いますよね。なので結構ね、その時の気分とか自分のハマってるメイクとかを今こうインスタグラムにアップしたりとかしてるので、よかったら見てください。はい、こちらアルマーニビューティーの、フェイスパウダーになります。こちらもちょっとのせていきますね、この大きめのブラシで。やっぱりフェイスパウダーをやることで崩れにくくなるの でこうやってティッシュとかでちょっとオフします。だけれどもやっぱりちょっとツヤ感だったりとかハイライトをのせたいときはこれ、イヴ・サンローランのラディアントタッチシマースティックですね。これすごく綺麗なハイライトをつくんですけど、ここちょっと指取って、この頬骨の上の位置ですね、立体感を出してます。これもすごくおすすめです。さあこれでベースが出来上がりました。続きましてはじゃん、リセこのアイブロウを使ってるんですけど、ほんとこの辺をトン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 で、この辺からちょっとこう軽く、あんまりこうカックンってならないように気をつけてます。ここをちょっと丸みを、はい、で眉毛はちょっとやっぱり立たせたいのでエレガンスですね。これは本来マスカラする時の下地なんですけど、これをあえて眉毛に使っています。こうやってちょっと軽くのせて、そしてこのメイベリンのスナップスカラーヘーゼルブラウン、これもマスカラなんですけどちょっとアイブロウに使ってて、でこれをこういうブラシでちょっと、はい、こんな感じでベースをやって、でそこから洋服を決めたりして、その色に合わせてシャドウを選んだりとかするんですけど、今日はシャドウがイヴ・サンローランクチュールカラークラッチ1番ですね。これすごい可愛くて、ケースがもう見てるだけでウキウキしますよね。じゃん、色がいろいろあってですね、すごく使いやすいんですけど、このブラウンがすごく好きな色で今日はこれものせていきますね。本当ちょっとライトが当たった時とかにキラッと見えるので、
輝き方というか細かいこうラメっていうかね、上だけじゃなくって下もちょっと乗せるんですね。綺麗になりますね。アイラインをしていきますけども、2種類使っていて、このリセの、ブラックのジェルライナーなんですけど、これをインナーに引いて、その後にメイベリンのリキッドアイライナーですね、これを目尻に、乗せていきます。まずはジェルライナーでインナーに引いていくんですけど、これをまずちょっと上げて、本当にこの粘膜の、まつげが生えているあたりに描いていきます。結構このインナーに乗せることはですね、中学生の時にメイクさんにしてもらった時衝撃で、怖いと思ってたんですけど、でもやっぱりこの内側にちゃんと引くと、こうすごく目力が奥行きができるというか、こんな感じでインナー描きました。その後にこのリキッドのライナーでちょっと下向きから跳ね上げる、こんな感じですね。まあ、私はまつエクを普段しているので、最近はこれはまあ普通のブラックですね、 D アップっていうブランドのマスカラ、そしてこちらがファッションブランドでもあるスナイデルの、最近出た美容のですね、こちらビューティーのこんなマスカラ出てます。でこれ色がすごい可愛くって、これを下まつげに塗っていきます。こんな感じでティッシュオフをして、赤色が好きですね。さあこんな感じで目元がだいぶ出来上がってきました。次はチークです。こちらエルメスのですねローズポメット使ってます。こんな色です。結構そんなに明るすぎなくて好きなピンクなのでこれ使ってます。でこれもブラシセットですね。ちょっとティッシュオフして、で最近はこの頬骨のあたりからほーってした時にこう一番盛り上がるところに乗せてみます。はい、最後にこれがナチュラグラッセのトリートメントリップオイルなんですけど、これはもう日頃から乾燥した時はいつも塗ってます。ちょっとティッシュオフをして、こちら、ルブタンのすごいお気に入りの最近愛用しているリップなんですけど、すごい肌なじみのいい、まあ、ナチュラルな色、いつもティッシュオフをしてます。こんな感じで私の普段メイクが出来上がりました。久しぶりにこういったメイク動画を撮ったんですけど、一番大事なのはまあ肌の状態だったりとかするので、自分の体を知ることから始めて、であとはやっぱりこう自分がウキウキするようなあの瞬間、メイクをしてる時はやっぱりどんどん自信を持ってていくし、こうおしゃれが楽しめていくし、皆さんもぜひメイクをして日々を楽しんでください。